こんにちは。楽天グループの和田凛平こと凛と亜美です。今回のテーマは面接対策です。就活をするにあたって避けて通れない面接だからこそ苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は私たちリクルーターが就活生をサポートする立場として感じている面接対策で大切なことをご紹介していきたいと思います。そもそも新卒採用というのは日本独特の文化で、一般的にはポテンシャル採用と呼ばれています。ポテンシャル採用とは何かというと、スキルや経験を持つかどうかだけでなく、これから発揮されるであろう潜在的な能力も重視するという採用形態なんです。そうですね。そんな潜在的な能力を重視される新卒採用において、面接官がどのようなことに重きを置いているのかという点が気になるところかと思います。はい、どんなところを重視しているかというと、その企業で活躍している社員の行動特性と就活生の行動特性にどのくらい共通点があるかだと言われています。確かに重要なポイントですね。じゃあその会社で活躍している社員の行動特性ってどうやって知ればいいのでしょうか。はい、私はその企業に在籍する社員に直接聞いてみるのが一つの手だと思います。なるほど。確かにどんな社員が活躍しているのか、社員の生の声を聞いてみるのは一つの手段ですね。会社説明会や面接での略質問、OBOG 訪問などの機会を使って尋ねてみるといいかもしれません。他にも楽天の場合で紹介すると、楽天主義というものが参考になるかと思います。楽天主義とは、楽天グループの在り方や全ての従業員が理解し実行する価値観、行動指針として定められているものですね。実際に私も働く中で楽天主義を体現している人が活躍している社員と言えると思います。なるほど。ということは、楽天主義にあるものの中から自分が体現できたエピソードなどを探すことが非常に重要というわけですね。では次に、面接時の話し方に関して私たちが重要だと考えているポイントをお伝えしていきたいと思います。話し方に関してはいろいろと気をつけるポイントはあると思いますが、私が大事だと思っているのは具体的に話すということです。例えば学生時代に力を入れたこと、いわゆる学知化に関してアルバイト経験を話す人も多いと思います。次の例をご覧ください。カフェで常に笑顔で接客し、相手が何を求めているか考えることで顧客満足の最大化を実現しましたと話すより、カフェで女性がリピーターになる理由はお手洗いの清潔さであるという仮説を立て、トイレの快適さを追求しました。トイレの清掃を通常45分に1回のところを15分に1回に変更、また清掃する際のチェック項目や担当者を記載するようにしました。その結果、他店舗の平均よりプラス 13% 女性客が多い結果になりましたと話した方がより伝わりやすいですよね。アクションを実行した背景、具体的なアクション内容、結果に関する数字的根拠などを含めて話すことがポイントです。そうですね、そこは重要なポイントですよね。ぜひ意識していただきたいなと感じるのは、質問に対応した答えを要点をまとめて話すということです。面接では緊張や自分が伝えたいことで頭がいっぱいになるあまり、質問に対して的外れな回答をしてしまう経験が私自身もありました。焦ってしまうとつい長々と関係ない話をしてしまいがちですが、そうなると面接官からは論理的なコミュニケーションが苦手なのかなと思われかねないと思います。聞かれていることに対する答えをまず一言で説明し、詳しい説明については後で付け加えるということを意識してみることが大切だと思います。確かに質問に対応した回答を分かりやすく伝えるっていうのは基本的なことに思われて、意外と難しいところですよね。そうなんですよね。ぜひ皆さんも今回の動画でお伝えしたポイントを参考に面接に臨んでいただければと思います。というわけで、今回は面接対策に関してお届けしてきました。今回の動画が良かった、面接のことが分かったよっていう方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。